宇佐駅は、大分県宇佐市大和座岩崎にある、九州旅客鉄道日本本線の駅である。事務官コードは92万514。特急列車は、約半数が当駅に停車する。当駅と西屋敷駅の間が、九部全国と九分五国の境界にあたる。宇佐神宮の最寄り駅である。駅名標2面3線のホームを持つ、地上駅。 駅舎は柱や梁を朱塗りにして神社風にしている。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。IC カード守護家のエリア内であり、守護課定期券の発売も行っている。2016年1月に新調された駅名表は青地に赤色で宇佐神宮を描いたものであるが、駅名のローマ字表記が アメリカ合衆国の略称の USA と同じであることにちなんで、透明ではアメリカ国旗に見えるようにデザインされている。一時期、2番乗り場からの下り定期列車はなかったが2019年3月大夜改正で復活し、当駅18時以降の普通列車3本が該当する。1965年度には乗車人員が437,674人。 公社人員が448,109人で手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は178,077人、公社人員は188,346人である。1日平均乗車人員は年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。2013年3月のダイヤ改正で昼間の 普通列車の本数が削減されたほか、2018年3月のダイヤ見直しで、当駅まで行く快速列車も廃止された。駅のある旧宇佐町4月1日に4丁合併で、市政志向の人口は、合併直前の1965年の国勢調査で8377人が1985年の国勢調査で7668人と減少している。 宇佐市には突出した商業地がないことから各となる中心市街地も不明確であり、当駅周辺も中心市街地には該当しない。宇佐市役所からも約7キロメートル離れている。ただし駅前は国道10号線に面するため交通量は多い。隣接する文後高田市との境界に近く、昭和の町へはバス、またはタクシーで10分ほど。 1916年3月1日から1965年8月21日には、当駅を挟んで、宇佐神宮と文後高田市の間を、宇佐三宮鉄道が走っていた。1965年8月21日にだいぶ、交通宇佐三宮線全線が廃止となったが、その際にだいぶ交通の自動車路線が、引き続き同区間で、当時の日本国有鉄道と連絡運輸を行う。 形で契約を継続した。九州旅客鉄道日報本線武前長須駅、宇佐駅西屋敷駅大分交通宇佐、三宮線福湖駅宇佐駅発出駅。ありがとうございます。